アメリカどんどん撃ち込め。なんでこんなことに。っていうかこっちは4問しかないぞ。フライングダッシュマン、エマヌエル・オランダ人という意味で実在した幽霊船らしい。もう幽霊船実在しないで。今もなお港に入ることができずに彷徨っており、悪天候の時にだけその姿を拝めるのだとか。今もありの。なんかそうウィキペディアに書いてあった。おお、ジェッツカローが逮捕撃ってくれてる。なんかいいねこういうの。いやそれよりも全然沈む気配がないんだけど。海の中に沈むし穴開けても意味がないのでは。どうなんだろう。でもジェッツカローを狙ってきたのは間違いない。どうなろうと彼を守らなければ。この船もっと速く走れないのか。見たところ飛行風だからな。すでにボロボロの船にそこまで求めちゃいけねえ。また沈み上がった。この間に物資補給だ。さあどこから出て。おお、目の前から出てきた。こうして見ると圧巻だよな。感心してないでいいから逮捕を撃て。そういえばさっきの死刑風ってなんだ。 UFO と風力階級のことだよ。風力を分類するための風速の100度だね。乗り込んでくるだと。うわお、マジか。銃弾の弾を補給しないと。それどこにある。わかんねえ。おーい、お、私もリの剣か。それはいいが、どうやって乗り込んでくるんだ。船は横についていない、についていない、についていない。おーわー、海から飛び出てきやがった。なんだこいつ。もフライングダッチマン号の船員は大体こんな姿をしている。普通の人間と思わないことだな。おい、そっちに気を取られている間に登られてゲッホゴホゴホゴホ。こいつは毒を吐くから気をつけろ。先に言えこの野郎。っていうかでかいのがまだいるんだが。ジャックスパローがやってくれたらしいな。さすがキャプテンジャックスパロー、頼りになるぜ。第2ウェーブだ。毒は面倒くさそうだから先に倒そう。まだ来るのかよ。でなんだこいつ。電気を溜めて攻撃してくるらしい。電気ボールを持たせている状態で攻撃するとこっちまで感電するぞ。有効なのは遠距離攻撃だな。敵によって戦い方を変えなきゃいけないのか。マリサ、こっちは任せろ。了解だ。乗り込んできたやつはどこだ。こっちは倒した。でも見当たらなあ。はいはい。さっきジャックスパローが落としたやつか。待て、後ろからも音がした。毒野郎が乗り込んできてるじゃん。私はこのデカブツの相手をしておくぜ。絶対そうだろ。言わんこっちゃねえ。なんだこいつ。バカ力すぎるだろ。見た目からヤバいってわかればか。今回は返す言葉がない。よし、とりあえず撃退に成功したぞ。でもまだ敵は諦めてないぞ。今度はなんだ次から次へと。選手にデカブツ、それ大変にフライングダッチマン号だ。片方にしてくれよ。いや待て、ジャックスパローがデカブツを引き受けてくれるらしい。じゃあ私たちはフライングダッチマン号に砲弾を浴びせ続けようか。それが良さそうだ。おい、めっちゃ近づいてきてるぞ。じゃあ外す心配はないな。それだけど違うだろ。私もなんとかこらえてくれよ。どうやら速度を合わせられなかったらしい。今のうちに叩き込め。やってる。とまた乗り込んできやがった。おい、フライングダッチマン号がこっちを狙ってるぞ。2人で放置と制圧をしなきゃならないだと。そんなの無理に決まってるだろ。とりあえず敵の殲滅だ。まずは簡単の上を片付ける。よっしゃ片付けた。でもちょっと船が遠いな。あ、また沈んじゃった。これじゃ狙えない。物資を整えよう。それからも2人は沈まない船に苦戦し続けた。あれ以降甲板の上に敵が登ってくることはなかったが、2人だけでフライングダッチマン号の猛攻をしのぐのはほぼ不可能に等しかった。で、今どれくらい戦い続けてるんだ。聞いておどろけ、6分だ。嘘だろ。こんなに頑張ってんのにそれだけしか勝ってないのか。戦いとは長く感じるものだよ。まあ私はどうした?って乗り込んできやがったのか。ちょうど着地点にいたんだな、マリサ。この野郎。さっきまで乗り込んでくる気配がなかったから完全に油断していたな。ほら、もう大丈夫だ。すまん。それはそうと、ジャックスパローとデカブツ、めっちゃいい勝負してんな。そいつに剣だけで立ち向かうってとんでもなくすごいことだぞ。吹き飛ばされた私が言うんだ。なんか嫌な予感だ。あ、ジャックが逃げる時に使ったお宝がデカブツに取られてる。おい、逃げちまうぞ。あれはダメだ、間に合わない。で、これどうなるんだ。大丈夫なのか。いや、これは相当まずい状況になったかもしれない。彼女、誰のことを言っているんだ。彼女が誰なのかは知らないが、とにかく追わないとまずいってことは分かった。私もリ、なんとか追うことはできないのか。待て、マリサ。なんだ。また来るぞ。右辺だけ気をつけろ。お宝だけじゃなくてこの船も沈めようってか。まあ大体そういうもんだ。この船もフライングダッチマン号相手によく持っている方だと思うけどね。おいこいつって、まさか乗っているのか、この船に。あ、破壊だって。じゃああいつもいるのか。なんの、おいなんだ今の。これは、おい待て、ジャックスパローが海に落ちたぞ。はぁ、あ、嘘だろここで。私もリと呪われた船長が言っていた宝を2つ失ったことになるぞ。なんてこった。フライングダッチマン号も逃げたし、海の中に入られたら追うことはできない。これはまずいな。なんかめちゃくちゃ静かになったな。私たちが失ったものの大きさをこの空気が表現しているみたいだね。Did you not heed my warning? Now
Ghost Barrow is lost, and our enemy has the treasure in his grasp to fulfill his dark ambitions and lay siege to the Sea of Thieves. Already his plans are in motion, deep beneath the waves. You have caused much harm this day. However, you fought bravely. I shall return you and your vessel to the land of the living, so that you may continue to fight. Fight to save all that you have endangered. Fail, and you shall bear witness as this world too falls under the shadow of Davy Jones. あの中に入れってことか。そうだろうな。だが今の話を聞くに、私森はジャック・スパロウも守りたかったみたいだな。どちらにせよ私たちは二つの宝を失った。このままだとデイビー・ジョーンズに海を支配される。どっちも取り戻さないといけないってことか。そういうことだな。ん、ここはどこだ。スループ船の船内だな。と、まだ現実世界には帰ることができていないらしい。うわ、まだ緑色の霧の中か。心なしかなんか霧が薄いが。まだここは黄泉の世界。この船が現実世界に戻してくれる。だがそれでどうやってジャック・スパロウを助け出すことができるんだ。デイビー・ジョーンズが持っていった宝はまだ回収する方法は思いつくが。確かにそうだな。とにもかくにもあの漂流者に話を聞かないとな。大賛成だ。少し話を整理するが、ジャックは逃走するときにあのお宝の力を使った。するとデイビー・ジョーンズもこっちの世界にやってきた。漂流者が言っていた災いを持ち込んだ人物はジャック・スパロウだったが、その災いはデイビー・ジョーンズだったというわけだな。あのお宝に一体何が秘められているんだ。少なくとも、悪用することのできるもの。結局のところ私森がスパロウとお宝を幽閉していた理由は、檻から出さないことによってデイビー・ジョーンズから守っていたのかも。なるほどな。この声は、どこだ。マストの裏だ。怖い話していい？やめて。今どうやって鐘鳴らした？やめろって言ったじゃん。それはフリじゃん。うるよ、なんか出てきやがった。楽しそうに音楽奏でてるな。だが一つ気になることがある。え、ここに何か気になることあったか？こいつらの義足率高すぎんか。おっふ。どんだけ足なくしてんねん。ん、なんか赤い光が。愉快な船出とはいかなかったが、まあこれはこれでいいもんだな。歓迎はされないだろうな。なんせ代々大戦犯かましてるからな。あ、やっぱり私たち戦犯。そりゃそうだろ。私森が守っていた宝を二つ忠告無視して解放してなくしたんだから、これを戦犯と言わずなんという。だから責任取って世界救ってこいって私森は言ってたんだよ。わからねえよ。まあいいじゃないか。船出が世界を救う旅だ。私はこういうの好きだね。公開初心者に難易度高すぎんか。かもな。さあ日の光に向けて舵を取れ。風は我らの味方なり、海は我らの夢の大きさなり。さあ行くぞ世界を救えに。そんなにハードル上げんなよ。何あれ。じゃあ伝説の海賊軍団だ。逃げるぞマリサ。え、から噛んで戦っていい相手じゃねえ。おい、さっきの意気込みはどうした。逃げるんだよ。